全国のポケモントレーナーの諸君、元気しとるかな。わしの名前はおーキドじゃ。今回もポケットモンスターソードシールドマジカル交換やっていこうと思うぞ。マジカル交換ピッピガチュー。今回は大人気新作ゲームポケモンユナイトで観葉植物とバカにされ続けている不思議だね、こいつを流していこうというふうに思うぞ。さあ、マッチングいたしました。名前が読めません。中国の方かな。観葉植物をプレゼント、ピッピカチュー。おー、これは熱いね。人影と不思議種の交換、まるでポケットモンスター。赤緑じゃな。さあ、シンゴパパメさん。何シンゴパパって、ちょっとなんか闇深いね。ピッピカチュー、デデカス。ポケモンガチ勢から一定数の人気と不人気を得ているデデンネじゃな。さあ、チャルリリーさんに作画崩壊城の内ポケモンを送りつけていく。ピッピカチュー。はいはいはい、宮北宮北。あ、いらないや、もうね、ドラメシやね。お前はね、シオンタウンのポケモンタワーで眠っとけな。トーチャさん、よろしく頼むぞ。しっかりとポケモン剣盾の呪いを送りつけて、ピッピカチュー。はぁー、くだらんくだらん。何がウルトラボールドラメシやじゃ。時間の無駄じゃな、これな。本当にくだらん。おはい、もう。はぁー、マッチャンプさん。よう、5年ぶりだな。いや、5年も経ってねえわ。最悪、もう来たぞ。早いな、改造中。ちょっと待って、早すぎない？いくらなんでも。discord.com。何ディスコードって、お前、さでは改造中、貴様ら、あれだな。ディスコードで改造ポケモン配布のサーバーとか作ってるんじゃないのか？もしかして。そんな犯罪がまかり通っていいはずないじゃろ。改造中はなんかディスコードでな、チヤホヤされていい気分かもしれねえ。でもそれに巻き込まれてるわしたちの気持ち考えたことがあるのか。本当にしょうもないんじゃの、このカスどもな。なんか地味にさ、ちょっとちゃんとやりましたみたいな、この鍛えたみたいなさ、ちょっと地味にさ、ちゃんとやってるんですよみたいなやめね。こいつらってさ、何でゲットしてんの。マックスダイスアナでレベル70の時に出会ったっていうことにしてるんじゃな。で、4V でね、王冠使いましたってこと？汚いね。こんなしょうもない偽装してまでね、色違い使いたいんだったらお前な、マックスダイスアナでお前、粘れよお前。わし3段でどれだけ心壊されたと思ってるんじゃ、しょうもないボケどもが。改造に頼るな、アホ。あ、逃がしますね、こんなカスね。はい。存在する価値がない。ちょっと続けざまに行くか。ちょっとね、マジカル交換やばそうじゃな。やっぱりお断りリストにぶち込んだ。バカ野郎、お断りリストにぶち込んだろ、お前。わしが改造中の悪口言って再生数取れねえじゃねえかよ。わしが改造中とマッチングして改造中の悪口を言うことによって数字を取ってんだよ。ダブスタ。完全にダブスタです。すいません。わしの生き方はダブスタです。さあ、ホイーガをセジュンさんにしっかりと送りつけていくんじゃの。ピッピガチューしょうもないんじゃのお前。今のうちにこいつらの毛皮全部刈り取って、お前ユニクロに輸入しよう。さあ、カルムさんにウルトラライトダウンジャケット送りつけていけ。ピッピガチュー、おー、いいんじゃないですか。ああ、でも色違いがな、やっぱ一番かっこいいんだよな、オノノクスはな。厳選したもんな。さあ、セジュンさん多いね。セジュン祭りかな。しっかりと送りつけていく。ピッピガチュー。かわいい。ガーディ、クソかわいい。本当にね、もう愛くるしいよな。いや、わしのキャラマジでかわいいな。かわいすぎんか。目にハイライトがないのも少しエッチーし可愛い。そうだろ。わしの性癖全部詰め込んである、このキャラには。歌舞伎町にいんもん、こんなやつらいっぺ。ピエンドも、アイラブ歌舞伎町って書いてあるな、東宝シネマズの横んところでね、TikTok 撮ってっから、こうやってね、みんな見てて。 TikTok 見てるやつどんぐらいいるかわかんねえけど、これマンホールな、みんな。これ TikTok やってるやつらあるある、こうやって。
マンホールの上ではダンスホール、マンホールの上ではダンスホールってみんなやってっから、歌舞伎町のとこで。こういう女バカども言い過ぎだな、言い過ぎたわ、うん、先生。さあビルドさんかな、よろしく頼むぞ。子供リンクを送りつけてゆく。ピピガチーポニーちゃん、おーポニーだ、まあ忘れることないな、うん、背中に乗れない馬娘。さあゴマさんよろしく頼むぞ。ドキ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 、君のうドキュンドキュン走り出し、ドキュンドキュンかけてゆくよ、こんな改造初めて。改造中じゃないのに改造ポケモン送ってきたぞあいつ。はは、犯罪に加担するんじゃない。おい今日1日で改造ランドロス2体来ちゃった。しかもまた特製パッチなんじゃよな。しかもポケモンラボ .com は前回の動画でマッチングした改造中だよな、うん、ただドットの位置がちょっと若干違うから、まあ副アカなんだろうな、うん、複数のアカウント持ってるやつの1個の可能性あると思います。さあしっかりとこのゲームから逃がすのではなく削除していく。で特製パッチは捨てられないから、はい、これで不思議種に使って妖力素に変えて、で、逃がしていく。はい、これで綺麗さっぱりなくなりました。はい、ということで、現在、ランドロスの改造ポケモンがすごい流行っておるのかな。本当にクソだね、クソ。うん、みんなもマジカル交換やるときはね、ああいう名前であったりとか、まあ異様に個体値が高い、色違いポケモンなどは大体改造なので、逃がすようにしましょう。はい、いちいち DM でわしにこれ改造ポケモンですかって聞いてくるんじゃない、夏休みキッズな、大体改造じゃからな。ということで今日はこの辺で終了いたします。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。